こんにちは。12月28日木曜日、今週の花だより、今週もですね、鹿児島市内産業道路沿いにあります奄美の里キャンドフレールからお届けします。すみませんね、皆さん、本当はですね、あの年内最後の発信を明日の予定でしたけどで、毎週金曜日の動画ってですね、実はちょっと火曜日に撮影をするんですね。なので火曜日に撮影をして、明日放送で年内最後を締めくくるはずだったんですけど、せっかく紹介して門松とかも紹介してるのに、一日も早く発信した方がいいんじゃないのっていう声が上がってですね、それはそうかなと思って、急遽昨日6時にアップすることになりました。すいませんね、なんかこう29日で最後ありがとうございましたとかなんか言いながら撮ってるんですけど、実はあれ火曜日に撮影をしたものでした。すいません。今日こそですね、もう年内最後の発信ですけど、今日はですね、市場の方は荷物は少なかったんですよ。なんですけど、今日は休みを返上して営業して、皆さんにご紹介するお得はたくさんなので、明日、明後日30日までですね、年内の営業はありますので、ぜひ皆さんですね、駆け込みでキャンドフルールに遊びにいらしてください。はい、というところで、早速紹介していきましょう。まずはですね、もうほぼほぼ直送便と市場とちょっとずつなんですけど、PW さんのですね、マーガレットストロベリーホイップが入荷してます。で、これですね、今結構すごい濃ゆいピンクなんですけど、これちょっと色が薄いの分かりますか？これ咲き始めがですね、なんて言うんですか、グラデーションが出るんですよね。で、咲き進むにつれてどんどん色が濃ゆくなってという感じで、このポップのようにですね、こんな感じ。ほら。あの、一つの鉢にですね、いろんな色が出るタイプで、いろんな色が混ざる感じで咲いてくれるんですよ。とっても可愛いですね、ストロベリーホイップ。あの、結構ですね、この三直瓶じゃないと、鉢植えは出るんですけど、苗物って綺麗なのがなかなか今の時期出ないんですね。でも綺麗なのが入荷してますので。ただ、マーガレットですね、多年草なんですけど、今本当は咲くはずじゃないのをハウスで咲かせてるので、で、あと霜雪、強い霜雪にはちょっとマーガレットって弱いんですね。なので、今の時期は軒下で、日当たりのいいところで管理してあげるといいです。次々咲いてくれて多年草で毎年楽しめる綺麗な大人気のストロベリーホイップがまず入荷してます。次にですね、マーガレットのホワイトモカ。私このですね、マーガレットの一重の白って大好きなんですよね。はい、この花粉の中心黄色いところとこの白の、もう本当にホワイト真っ白ですよね。真っ白なこのマーガレットの一重ってとっても可愛いと思いませんか？こちらもですね、もちろんあの多年草で毎年で、ただちょっと霜雪は避けて。大人気のマーガレット一重のホワイトモカも入荷してます。で、次に下行きましょうか。シュガリースフレ。白のですね、八重の。これもちょっとマーガレットじゃないみたいですけど、可愛いですよね、八重咲きも。これもですね、真っ白。綺麗ですよね。この寒い時期に白っていうのもとっても生えて綺麗ですね。シュガリースフレ。この辺もお取り寄せ便ですね。三直便がマーガレット届いてます。その次、右の方に。マルスレッド。もう大人気の赤ですね。一重の赤でもう画像で伝わってるかしら。輝くような赤。綺麗な赤のですね。マルスレッドも入荷してます。これももちろん多年草ですね。毎年楽しめて。ただしも雪よけてくださいね。はい。その次に右に。プレクトランセス。これもですね、シソ科の植物でちょっと寒さには弱いってあの、お伝え前にもしたかと思うんですけど、これもですね、ただこの斑入りの葉っぱとこのピンクのお花のコントラストとっても可愛くてですね、多年草で毎年で、ちょっと霜よけすればですね、毎年楽しめるので、綺麗なのがちょっと市場に入荷してたので、仕入れてきました。刺し木もできて、多年草で毎年で、ちょっと霜雪さえ良ければですね、毎年楽しめるプレクトランセスの綺麗なのも入荷してます。で、その次右ですね、八重咲きの金魚草。やっぱ寒くなってくると花もだんだん大きくなりますよね。トゥイニーのですね、黄色ですね。可愛いのが入荷してます。ピンク大人気だったんですけど、ピンクはちょっと売り切れてしまったんですけど、もうこの寒い時期にですね、黄色って映えるのでですね、黄色のトゥイニーの大輪。寒くなるとともに花も大きくなってとっても綺麗な。で、これはですね、1年草扱いなので、まあ、年をまたぐので2年草って言われてますけど、夏前までですね、春いっぱい咲いてくれて、これがですね、今から何ヶ月 ?3 ヶ月ぐらい ?4 ヶ月ぐらい咲いてくれると思うと、それだけでもなんかありがたいですよね。トゥイニーの八重咲き綺麗な金魚草も入荷してます。次にこちらがですね、姫金魚草ですね。花がちっちゃいタイプ。ただですね、これやっぱり花がちっちゃいってことは花たくさん上がってくれるんですよ。で、これもですね、今こんな割とちっちゃい株ですけど、これもですね、夏前ぐらいにはすごいこれのどのぐらい ?4 倍か5倍ぐらいに大きくなります。はい。で、これもですね、寒さにも強くて、もう外の霜雪にも耐えてですね、たくさん咲いてくれる、このちっちゃいお花がですね、わーっと、本当にですね、すごい密集して咲くんですよ。ここからは想像できないぐらい。で、これも夏前までで1年草ですけど、長く咲いてくれるので、はい、とっても可愛い、姫金魚草ですね、リナリアも入荷してます。次に、デンドロビウムがいろいろ入荷してます。デンドロビウムって、今の時期のお花で寒さにも強くて、
霜雪さえ良ければですね、気温はあんまり気にしなくていいです。直接霜雪に打たせなければ全然0度ぐらいになっても大丈夫なお花なので、寒い時期にですね、とっても華やかな洋蘭で長く楽しめていいですよね。で、デンドロビウムはですね、この茎に花がこうくっついたように咲くので、わーっと広がらないから場所を取らないんですよね。なので、コンパクトにこの綺麗なお花が切り花代わりにも飾れるという、とっても綺麗なですね、デンドロビウムが入荷してます。で、デンドロは花が終わってですね、春霜が降りなくなったら、外の朝日程度の場所に出して、今度霜が降りる頃までは外の方が、寒暖の差があった方が翌年花がよく咲くので、あまり過保護にしてですね、一年中室内とかじゃない方がいいです。で、花が終わって、春から夏までが肥料ですね。これに新しく出た新芽の方の2年目にお花が来ますね。毎年楽しめるデンドロビウム。綺麗なのがまた入荷してます。あと、こちらもですね、寒さにとっても強いチロリアンデージー。とっても可愛いピンクのですね、ロベラが入荷してますね。これもですね、寒さに強くて花壇とかで大丈夫なんですよ。霜雪にも耐えます。このピンクのボンボンの花が次々夏前まで咲いてくれるので、とっても可愛いですよね。綺麗なチロリアンデージーも三直瓶です。入荷してますね。で、次に、イベリスのスノーボール。これはとっても大輪のイベリスですね。これはドーム状に綺麗に茂ってくれて多年草で毎年ですね。あ、さっきのチロリアンデージーは1年草で夏前までなんですけど、こっちのイベリスの方は挿し木でも増やせて寒さにも強くて多年草で毎年ですね。とっても大輪のイベリスのスノーボールが入荷してますね。次にこちらもですね、三直瓶でバラ咲きジュリアンのラブ。これも大人気の品種ですけど、とっても華やかですね。いろんな色合いがあるんですけど、結構ですね、バラ咲きくるくるっと咲いて、この先端の色味が違ってるのとかですね、このすごい深いブルーとかですね、白ピンクのグラデーションとかですね、いろんな種類があるんですけども、本当にバラ咲き、可愛い色合いのですね、ジュリアンラブ。こちらも三直瓶で入荷してます。これもですね、株は多年草で毎年ですけど、前回もお伝えしましたけど、中心の、これバラ咲きなのでくるくるっとなってるので、花びらに水が溜まりやすいんですよね。そのお水だけ気をつけていただければ、寒さには強くて、毎年咲いてくれる綺麗なバラ咲きジュリアンですね。ラブが入荷してます。あとですね、宮崎の石村あさみさん育種 A ストーリービオラですね。ちょっとですね、変わった種類のビオラなんですけど、佐賀のですね、岡本さんっていう生産者さんが作ってらっしゃるんですけど、綺麗なのが入荷してます。可愛い、珍しいお花ですよね。この辺はちょっと色幅がいろいろあるので、来てみていただけたらいいかなと思いますけど、Aストーリービオラのですね、変わった品種も入荷してます。そして次にですね、佐藤園芸さんのローブ・ドゥ・アントワネットのソワレ。すごいこのシンクの赤。ちょっとですね、紫がかった赤とシンクの赤とですね、同じ赤でもグラデーション、いろいろなんか色味が個体差があるんですよね。とっても素敵な色合いのアントワネットのソワレが入荷してます。で、なんとですね、シャンドフルール今日から3日間、28、29、30日はですね、パンジー、ビオラがなんとですね、全品2割引き。で、アントワネットとですね、実はドラキュラも入荷してるんですけど、もう年内最後ってもうさそうですよね。年内あと3日しかないのに。はい。今年はやっぱり暑くてですね、佐藤さんも、やっぱちょっとお花の巻きがですね、緩かったりして苦労されたらしいんですけど、もう今こう寒くなってですね、もう本当に、特にこのソワレはですね、このドレープがとっても綺麗に出て、色合いも本当に綺麗な色で出てます。で、入荷したばかりで2割引きって、って思いますけども、もう皆さんに感謝を込めてですね、もう最後3日間、もうこのソワレも2割引きですよ。ドラキュラも2割引き、さっきの A ストーリーも2割引きです。なんてすごいでしょ？気になる方はもう駆け足で来てください。営業時間は朝10時から夕方6時まで、最終日も一緒ですね、30日まで、朝10時から夕方6時まで空いてますので、ぜひ皆さんですね、駆け足でお越しくださいね。もうソワレもとってもお得ですよ。はい、そしてこちらがドラキュラですね。ドラキュラも2割引きですよ、なんと皆さん。で、ドラキュラもですね、とっても色幅があるのと、巻きとかにも個体差がかなりあるので、もうこれもですね、ぜひ皆さん見に来ていただいて、実際選んでいただくのがいいかと思います。気になる方はですね、もちろん代引き便とかで発送もできますので、お問い合わせください。アントワネットもですね、ドラキュラもどちらも、Aストーリーとか他のビオラもですね、はい、もう全品2割引きですよ、皆さん。なんてお得なんでしょう。気になる方はぜひお早めにお問い合わせください。そしてなんとですね、ハボタンもお得なんですよ。ハボタンもですね、ついてるお値段から2割引きです。はい。で、まだまだですね、品種はありますので、ぜひ皆さん、ちょっと寄せ植えをまだ作りたかったっていう方とですね、ちょっと作りそびれてたわっていう方は、お早めにいらしてください。渋いハボタンってどう使うんだろうっていうお問い合わせとかもいただいてたので、ちょっと渋々系で作ってみました。萌花シリーズのこのハボタンに、ワイヤープランツのスポットライト、あとですね、植えたビオラ、マセリンマダム、
本当かな、そうだった一瞬名前間違ったかと思っちゃったマシェリーマダムとですね、もう素敵な渋い色合いのハボタン。ハボタンって年末ってわけじゃなくて寄せ植えとして春まで楽しめる植物ですよね。もう今ハボタンの進化ってすごいですから、このタリウマキの分とかですね、このフリルのタイプとか、もういろんな品種があるんですよ。あと私大好きなんですけど、この葉脈がとっても綺麗に赤く出るトワイライトとかですね、アカネちゃんシリーズとか、この辺の葉脈が入った分もすごい綺麗、とってもおすすめな品種がまだまだありますので、ぜひですね、皆さん30日まで営業してますので、ぜひいらしてくださいね。そしてですね、いや私はもうやっぱり年末だけどパッと明るい色が好きよっていう方はですね、じゃん、この白白のハボタンリースと、こうもちろんビオラとかですね、白タエとか他の白いお花とかと合わせてですね、もうすっきり明るいこういうタイプとかですね、あとこちらの色とりどりのピンク白赤ですね、それに可愛いビオラも足して、こういう感じで明るい色合いのですね、ハボタンとかもまだまだ残ってます。もうこういう感じのリースを作ってもいいし、寄せ植えを作ってもいいし、どちらでもお好みの分でですね。でハボタンは2月ぐらいになったらですね、暖かくなると花が出てくるんですけど、もうその花を早めに切ってもらえればですね、この立ち上がりもちょっとセーブできるので、長く手間なく楽しめる植物ですね。寒さにも耐えて、霜雪にも強く、手間いらずで長く楽しめるハボタンはですね、本当におすすめですね、今の時期。いろんな品種があるので、まだまだですね、間に合いますよ、皆さん。2割引きですからね、お得ですので、ぜひいらしてくださいね。真っ白もありますし、可愛いピンクの色合いのとか、背の高い切り花タイプとかも、いろんな品種がまだ残ってますので、ぜひお早めにですね、いらしていただけたらと思います。そしてですね、もう一つお得があったんでした。はい、イタリアのですね、デローマ社のテラコッタ。これがですね、もうシンプルにあのパンジービオラとか植えても綺麗だし、この深さもあるからですね、根もしっかり張れるんですよ。ちょっと小ぶりな寄せ植えにしてもいいし、これがですね、約18センチですね。デローマポットの6号。これがですね、なんと1個だと500円なんですけど、3個まとめて買うと1000円になるんですよ。それに消費税。なんてお得なんでしょう。年末年始のどっかでですね、ちょっともうこの素焼きで根の通気もいいので、粘りもすごくいいです。パンジービオラとか植えてもよしです。寄せ植えでも大丈夫。デローマ社、イタリアのデローマ社のテラコッタ。昔からのですね、メーカーさんでも品質は間違いないです。イタリア製ですからね、皆さん。テラコッタですよ。はい。早い者勝ちですって言っても、これだけありますからね、大丈夫ですよ。年明けまでも間に合うと思います。はい。ぜひいらしてください。1個500円のところが3個で1000円。プラス消費税ですね。気になる方は、ぜひ、お早めにいらしてくださいね。とってもお得な、イタリア製のテラコッタです。そしてお外の方にもですね、パンジービオラ、お得がいっぱいですよ。三本さんのですね、シュガーラビットとか、私の大好きな植えたビオラのパピオンワールド、この辺のですね、育種家さんのパンジービオラとかもですね、まだまだあります。輝け2023パンジービオラフェスティバル。本当に今年はですね、でも産地も回って、本当に良品のですね、パンジービオラとかも分けていただいて、皆さんにご提供できて本当に良かったです。まだまだ綺麗な株がありますのでですね、定価から2割引き、なんてお得なんでしょう。まだ間に合いますよ、皆さん。ぜひいらしてくださいね。やっぱりですね、パンジービオラってもうこんなにカラフルでですね、年末年始お庭を彩ってくれるお花って他にはないですよね。このカラフリーな色と、もう可愛い、もう花びらの形とですね、色と、もういろんな種類があるので、もうまだまだですね、お伝えしきれないぐらいの品種があるんですけど、30日までですね、営業してますので、ぜひお花見にいらしていただけたらと思います。また来年もですね、ちょっと行こうかと、今のうちからもう思ってますけど、はい、皆さん、乞うご期待です。皆さん、今ですね、荷物が三着便が届きましたよ。なんかこう、年末でも続々と商品が入荷してますからね。いつまで来るんだろう。30日まで営業してます。はい。毎日続々と荷物が届いてますから、皆さん、ぜひ、またお立ち寄りくださいね。商品も紹介した方がいいですよね。はい。はい。ローダンセマムのですね、私が一番大好きなプチマカロン。はい。プチマカロンかわいい。このアンティークピンクがとってもかわいい。もうつぼみもりもりですよ。すごくないですか？綺麗なのが入荷してます。これはですね、暑さには弱いけど、寒さには抜群に強いので、今からの時期、花壇でも寄せ植えでもバッチリですね。多年草で毎年楽しめるローダンセマムのプチマカロンが入荷してます。次に、ムスカリ。ムスカリのアルメニアカムブルー。アルメニカムブルー。どっちが正しいかな？はい。もう庭に植えても毎年
咲いてくれますね。で、結構ムスカリってですね、植えっぱなしにしてると葉っぱがビョンって伸びちゃうんですよね。なので、秋に一回掘り起こして、花が終わってからですね、葉っぱがなくなった時に掘り起こして秋に植え直した方が葉っぱが短くて済みますので、覚えててくださいね。次に、こっち。ラナンキュラスの、はい、なんて品種だったかな。このですね、プレミアムなアプリコット色がですね、なかなかなくて無理やり分けてもらったんですけど、すいません、今品種名が浮かばない。はい、あ、これもです、皆さん、あれですよ。これ、お花なの、グリーンの。葉っぱみたいでしょ？すごい珍しくないですか？このグリーンとこのアプリコットカラーの、去年は私この限定品がですね、ちょっと注文が遅くて買えなかったんですけど、今年こそは分けてもらいましたよ、皆さん。すごい素敵な色合いですけど、名前が思い出せなくてごめんなさい。でも素敵なラナンキュラスがですね、球根で毎年なので楽しめますよ。他の色も入ってるよ、ほら。ちょっと今開けたてで私もよくどの色が入ってるか見てもなかった。はい、これも何色だろう。何色だろうですけど、結構素敵な色だと思います。あとでちょっと調べときますね。ラナンキュラスも入荷してます。私の大好きなロベリアのプリンセスブルー。じゃん。ほら。もうなんかこのゆらゆら咲く姿がロベリアなのこれって感じですよね。いつもですね、寄せ植えとかに入ってる最後の1個とかをお客様が見てですね、これはないですかって言われるんですけど、なかなかですね、思った時にどんどん入荷しないという、はい、希少なロベリアのプリンセスブルーですね、可愛いゆらゆら咲いてくれる姿がとっても素敵。これもですね、多年草で毎年なので、暑さちょっと気をつけてですね、高温多湿が苦手なので、はい、でも可愛い、綺麗な株が入荷してます。ロベリアのプリンセスブルー、多年草ですね。腰咲きのマラコイです。桜草の仲間で、これはちょっと暑さ弱いから一年草扱いですけど、もうこの色合いがすごくないですか？寄せ植えでももうとっても華やかにですね、寒い中でも次々咲いてくれて、パンジービオラのもう一回り背が高いタイプだから、その後ろに植えられますよね。寄せ植えの芯とかに使っても可愛い。はい、マラコイで寒さにも強くてですね、次々咲いて夏前までですけど、はい、一年草タイプですけど、よく長く咲いてくれるので、とっても綺麗な腰咲きの変わり咲きが入荷してます。はい。そしていよいよですね、エンディングに行こうと思ったら、カトレアも入荷してたんでした。カトレアはですね、これ代理のカトレアなので、寒さはですね、ちょっと弱いんですけど、お部屋の中なら大丈夫。コチョウランとかよりは強いのでですね、ただですね、カトレアって花も豪華で、香りもあってすごい素敵なんですけど、お花の持ちはですね、最長1ヶ月なんですよ。最長1ヶ月なので、そこの場所で咲いて綺麗に持つのが1ヶ月。で、こういうふうに咲いた状態で輸送されてくると、その間のですね、ダメージとかが、例えばすごい低温だったとか、ダメージがあると、ちょっと花持ちがですね、運が悪いと1週間だったりとかもするんですけど、コチョウランほど花持ちは長くはないんですけど、やっぱりこのゴージャスなお花で香り回ってっていう、この姿がですね、買い難いですよ、何者にも。カトレアって出荷するときにこうすごいつぼみでもトラックの振動とかでですね、絶対咲いてくるんですよ。すごい不思議じゃないですか。こう揺れてトラックの振動とかで揺れるとこんな風にも咲いてくるんですね。なので多分生産者のところ出る頃にはつぼみだったと思います。咲き始めてこれがですね、もうちょっと花びらも広がって色も出てきますので、大輪のカトレア、本当に今作ってる方も少なくてですね、なかなか入荷しづらい希少な種類になりましたけど、綺麗なカトレアも入荷してますので、気になる方はぜひお早めにお越しください。はい。ということで、年内最後もですね、ちょっと早口でとちりながら、はい、駆け足でご紹介しましたけど、いかがだったでしょうか。今日こそ年内最後の配信になるかと思いますので、本当に皆さん1年間お世話になりました。昨日も同じことを言ってしまったような気がしますけど、今日が最後です。12月でですね、YouTube の登録者人数も5000人を突破して、本当に皆様のおかげです。1年間お世話になりました。ありがとうございました。来年もですね、皆様のちょっとでもお役に立てる配信が続けていけるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。で、年内、シャンドフルールはですね、今日も出るのかしら？今日も営業案内出るかしら？こっちか。こっちね。はい。今日木曜日と明日29、30日までですね、朝10時から夕方6時までの開店で皆様のご来店をお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。気になる方は電話でのお問い合わせもですね、代引き便の発送もまだ間に合うかな、年内ギリギリ行ける、地方によっては行けますね、場所によっては、地域によっては行けるかと思いますので、ぜひお問い合わせをいただけたらと思います。今週もですね、動画を見ていいなと思った方はポチッといいねボタンと、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では皆さん本当に1年間お世話になりました。
とても気温差が激しくて体調管理も難しい季節ではありますが、体調に気をつけて良いお正月をお迎えください。ではまた来年お会いしましょう。ありがとうございます。